大山津苗は、江戸時代中期の薩摩藩鹿児島城下市。価格は初め故障預から、後一大新番。法暦六年十月当時の国高は七十一国。父の六郎兵衛高六月二十五日は、自社型取り継ぎを務めて一大新番となっていた。この津波地の代で、代々骨外になる。繁殖は、表五章、小川五章、中通りお目付け。 島津重秀の藩主就任時に、薩摩藩国目付けになった京国兵部公主、青山成地からに提出するために、法暦6年10月に改めた薩摩藩文言帳では、湘南土役、大山文左衛門71国外、倉四48票として登場。この時には、通称が文左衛門になり、国高は71国になっていたようである。なお、この大戦図なども、 大山救済門として、同志料に登場する。法歴9年、機械島大官として、機械島に都会する。当時の通称は文在門。法歴11年、人気満了につき、鹿児島に戻る。天明8年2月23日、死去。去年74。この職、極滅家が、聖徳3年3月に解消したもの。後の天明3年。 国滅家に名称戻る。なお、倉前48票は、殺反省洋録を見ると薬量であることがわかる。ありがとうございます。